ずその眉毛何年前の眉毛。この企画では政権ホスト排出企画をすることになりました。伸び悩み続けるホストたちが八代美穂と TA クリニックドクターに整形費用の交渉と売上プランをプレゼン。選ばれたホストのみが整形費用を獲得し、後日 TA クリニックで施術を受けることができる整形オーディション企画である。今回は整形費用を勝ち取ったソリン・マルコフのその後に迫る。お疲れです。うん、あれから1ヶ月、はい、初対面の人と会った時にイケメンって言われる回数は目に見えて増えたんですよ。俺も、はい、変わったなとは思う、はい、ただなんか垢抜けきってないんだよ、はい、まずその眉毛何年前の眉毛。でせっかく顔がいいのにさ、アイシャドウ濃いじゃん、はい、うん、でさズラってどうにもなんないよね。一回ちょっと撮ってみて、はい、そのほうが簡単じゃない。本当に今自信ってある自分に。そうですね。マルコさん、整形してからなんですけど、はい、女の子への接し方とかそういうのって変わったりする点ありましたか？刺してないです。刺してない。まあ、精一杯やるぐらいしかできないみたいです。でもめちゃくちゃ自分のことかっこいいと思ってる。そう、ね、正直性格とか結構かっこいいとは思ってます。ただそうだね、それはそう思ってます。ただやっぱ顔もかっこいいのにおしゃれというかカリスマ性がないんだよね。ウィッグがちょっと汚く見えるし、何よりやっぱ化粧も古いから、はい、そこを勉強してきてほしいかな。おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いします。お願いいたします。また江川はこの空間を持って山根岸さん用紙原修と宮富仏道上善子とはいっす。銀座に来ることも結構あるんですか？銀座はね昔銀の取引が行われてたから銀座っていうらしい。そうなんですね。はい、後押ししていただいた八代さんに何か一言。美容会長には良くも悪くもかなり目をかけていただいておりますので、これからも見ていてください。お願いします。あそこ曲がったところなんですか？はい、じゃあ一緒に行きましょう。はい、どうぞ歩いてください。あ、いいですよ。はい、走っていきます。走っていく。いいですよ。いよいよですね。いよいよですね。今入ります。そう、この間のオーディションの時と比べて1歳年取ったんです。そう、31歳になりました。31歳なんで、人によってはもうそろそろやめようと思うぐらいかもしれないんですけど、うん、自分始めたのは去年ですから、うん、これからですね。それからだと思います。今回やる舞台は埋没ですので、はい、大きな腫れですとかはもう 2,3 日で収まります。目開きます。これぐらいですね。入れます。あとここのたるみですね、はい、気になるのでこのたるみをぐーっと引き上げてあげて、お疲れ様です。今日ちょっとノーメイクできたんですよ。おで今こうスピンの状態で。そうです、今スピンできてます。スピン結構かっこいいっすね。あ、本当ですか？はい、スタイルになってるのはめちゃくちゃ変わってて。そうですよね。そうなんですよ。めちゃくちゃかっこいいと思います。じゃあ行きましょう。出ても本当めちゃめちゃ近いんですよ。はい、
すみません、じゃあ楽しみにしております。はい、ありがとうございます。あ、どうです、めちゃくちゃかっこいい。はい、ソリンマリコムさんのビフォーアフターです。糸リフトでキュッと上げて、ほうれい線にヒアルロン酸、そして顎にもヒアルロン酸を入れることで輪郭を整えていきました。目の長さを少し長くするために目尻切開と、目の重さを軽くするために二重の埋没法を施行いたしました。最初からお坊さんの状態で普段仕事するのも良いのかも。なるほど、楽しみにしております。はい、ありがとうございます。お久しぶりです。久しぶりです。どうですか、整形から3ヶ月経ちましたけど。だいぶ状況変わりましたね、今は。まあ、好転しました、かなり。嬉しいことに、私のこと知ってる人が増えて、そう、ラーメン屋とかで、ソリンマルコフさんですよね、応援してますって言われて、そうなんですよ。ちなみに売り上げって結構変わったんですか。今までは75万円をキープし続けてたんですよ。先月、イベントあったんですよ、昇格祭。はいはい。で、それのおかげもあったんですけど、まあ、過去で、一番多い売り上げ、400万円。そう、75万円。75万円、75万円、400万円っていう推移ですね、自分の売り上げ。で、先月が400万円で、今月はもう200万円を超えたんですよ。だいぶ変わりましたね。今後の意気込みですね。あ、意気込みですね。売り上げを見てもそうなんですけど、勢いもついてきたんで、この勢いを落とさないようにいきたいですね。で、私たちは日本の首都東京の中心に生活する誇りと責任を持ち、先人の築いた歴史と文化、夏木純さんにちょっとお願いできたらなというふうに思います。ありがとうございます。緊張するっす。緊張します。プラス寝不足で、まあ、頭あんまり回ってないです。顔と首の境目が、そうだよ、ね、出るよって